はい、直太です。こんにちは。こんにちは。今日はですね、兵庫県辰野市の方へね、行ってみたいと思います。はい。辰野といえばね、まあいろいろ出てきますけど、はい、播磨の小京都って言われるね、城下町周辺を探索します。はい、はい、じゃあ行ってみたいと思います。はい。はい、やってまいりました、辰野市。はい、前に流れてますのが南北に流れる揖保川ですね。はい、南北に長い市になってて、でその真ん中をちょうど揖保川が流れてるよね。そうです。で対岸にはね、はい、東丸。ご存知の通りね、醤油とあと揖保の糸ね、そうめんが有名ですけども、城下町何でした？辰野城跡があって、建造物群保存地区になってるのね、ここ、はい、今回止めました駐車場は市営の駐車場なんですけれども、前払いになってます。300円、24時間ね。車両番号を入力します。普通軽自動車の場合は1。あ、これを置いとくのね。これで正面になります。目の前にあるね、あの蔵っていう施設が2022年の11月にオープンしたんですけれども、ここの保存地区を回れるあのパンフレットとか置いてくれてるので、第3土曜日には朝市もやってるらしいです。おお、あ、こうなってるのね。あ、お、広い、いい雰囲気。休憩できるやん、それテーブルあるしね。これ、うん、何が売ってんの？カップ麺。うん。これ辰野の特産品なん？辰野の。あ、手延べそうめん。これは分かるな、芋の糸。ああ、ちょっとどんぐりも辰野で作ってたんや。次は？塩っぺ。文泉さんもね、本社が辰野やねんね。革製品もね、辰野は作ってるっていうことで。ランドセルのセイバンの会社があるから、やっぱり革もやっぱりやるんかな。ね、うん。で、うどんスープね、東丸のね、醤油いろいろ。あ、プレミアムアラ、男はつらいよ。トラさんのロケ地になったっていうことでね、ようこそ辰野市。この中身は全然つらくないね。パンフレットがあるな。城下町周辺詳しいマップ載ってますのでね、スッと回りやすくなるかな。わあ、綺麗ね、街並みね。古い感じやな、河原もすごいな。いきなりじゃない？これ私が行きたかった。橋崎屋本店、醤油まんじゅうとか甘酒まんじゅう、発酵食っていうのも盛んなんで、甘酒もね、美味しいのがあるんだって。うわー、古そうやね。でもこれ創業300年やって。300年。こんにちは。こんにちは。300年やって言うからすごい昔作ってたね。甘酒まんじゅうが1つと、と醤油まんじゅう2つと。駐車場はね、中にもあるんですけども、こういうね、道なんで観光客もね、歩いてるんで、で、お城に向かうほどね、もっと道が狭くなってくるので、広い川沿いの駐車場から、歩いていった方が、大きい車の方は無難だそうです。街並み見て歩けるのも楽しいから、保存地区になったのはね、令和元年なんで割と最近なんです。そうなんや。って看板ね、看板出てんな。水用って言ってね、昔のさ、カジオの防火水素か、お手洗い、公衆トイレやね。はい、そうです。あれ、この奥にね、公園があるんですよ、唯一、消防屋。門目公園、この中に駐車場あるんですけどね、数台しか止めれないんで、まあ、ここはね、無料ですけどね。それがすごいけどな。井戸があるわ。あ、ほんと、あ、違うね。ここまで入ってくればね、無料で止めれるところもあります。
あ、薄口醤油資料館。資料館。歴史とか、うん、昔の道具とかを見せていただけて、入場料がずっと10円。いいね、この雰囲気。建物もね、とってもレトロなんですが、私たちこの資料館ね、うん、十数年前にね入ったんですよ、はい、もう忘れてますけどね、すごい、ね、うん、すごいな、白い漆喰が、うん、古い地図、うん、こういうの面白いね。面白いね。すごいね、これ、こうすごいね、そうめん&コーヒー、そうめん&コーヒーさすが、うん、立つのならではやね、すごいな。アトリエなんかあるで、新しいやろな、うん、ううところ。赤とんぼの歌詞作った三木六夫さんの成果がね、成果もあるよね。ここが赤とんぼの里になっているから、そこのね、うん、石碑みたいなのがあるよね。あのね、音楽流れてたよね、うん、赤とんぼ、うん、それはちょっとね、ここからね、もう少し西側に行ったところなんですけどね、うん、そこもいいのでね、一遍行ってみてください。この建物、家老門、うん、辰野市指定の文化財。この木全部桜なんで、咲く頃はとても綺麗らしいですよ。あんちゃんあかんねん、ここからね、上りでも今日はまだ朝一番だから元気。そんなに階段もきついわけじゃないけどな、うん、スロープの間に階段がある、うんうん、こっちはね、辰野城ってね、こっち側ですね、はい。ほら、景色いいよ。東丸さんがドーンと見えるよね。わあ、これは来月綺麗やで。4月開館、午前8時半から。おお、これやね、大物まって。わあ、すごい、あの兜、あの兜は立派やわ。立派やね、ほんま黄金の前ね。この天井も、あ、本当だ、天井もすごいわ。ひなわじゅうや、真っ赤の打ち掛けもすごいよ、鶴の、ね、お城の近くにも数台駐車場あるみたいないけどね。辰野の辰や龍やから、やっぱり、あ、そっか。あら、ここもなんか風情あるね、竹が見えて。あ、ほんまやな、ね、いろいろイベントあるのよね、こういう格好させてくれたりとか。ほんまや、ね、弓の体験もあるね。ああ、そういうのをね、時々されてるんやね、うん、今日はちょっと霞んでるけれども、うん、ね、この城下町がずっと見えるね。そうやな、ね、トンボちゃんだな。ああ、そう、うん、T って書いてあるなんやろな、うん、あの真正面から来るんやったらこっちの方が正当なんやろか。ほんで正面降りたとこがね、二木六夫さんのお家や、うん、あ、ほんまや、マンホール、あ、ほんとや、赤とんぼや、赤とんぼ、いや、それ違うわ、違う違う、あ、ほんまやな、あ、こっからもね、上がれそうです、はい、歴史文化資料館のね、うん、駐車場があるみたいですので、もしね、足に自信のない方はそちらの方の駐車場もいいかもしれません。二木六夫さんの成果、お、中にもいろいろ展示されてるみたいな、うん、興味のある方はね、うん、覗いてみてください。はい、辰野市醤油の里、大正ロマン館。大正ロマン館は東丸醤油さんの組合の事務所やったらしい。こちらのカフェの部分は製造工場やってる。これ昔なかったね、カフェね、こういうのね。ここパーキングあるわ。あ、ほんまやな。奥にね、うん。ここは今日は何してるのかな。昔懐かしいかやぶきのミニチュア店をやってるんだ。あ、おお、いい雰囲気。電気ついてる。ああ、電気ついてるな、うん、あ、すごいすごいですね。これ一つ作るのにどれぐらいかかってるんですか。もう仕事を仕事やから、あ、出来上がったらいつや分からへんね。そうですか。ミニチュアってやっぱり楽しいよな。楽しいね。もう一時ミニチュア家具作ってたけど。お茶しますか。お茶しましょう。クラテラス辰野さん。
醤油蔵のカフェとお土産物屋さん、醤油屋さんのマーク、醤油のマークかな、うん、あそうかもね、うんうんうん、お醤油1900円、うん、3本セットで、カバン持ってて、ほんと革製品のね、うん、違うよ、これそばスープやん、あ、ほんまや、初めて見た、そばスープってあるんや、これはね、買ってるよ、うん、常に買ってるよ、あ、それの関西の人はね、うんうんうん、同じ、そばスープ見たことなかったな、ブラックちゃんぽん麺って、醤油のいろいろあるね、赤とんぼからし、だからさ、こんなんがトッピングでからしなんや、赤トンボの形した、これ面白いね、クラテラス、これが大人気らしいよ、タツニの発酵ランチって言って、発酵食をね、いろいろメインにやって、あのイボの糸もあるし、卵かけご飯にここの醤油をね、で、こういったカフェメニューもね、充実してるし、いいなあ、あ、いいね、パラソルの方がいい、うん、じゃあ私は甘酒です。ミックスどんな味かね、あ、ほんま、口に入れた時に最初に醤油の香りが来るわ、甘酒はね、香りが甘さすごい控えめでね、うん、優しいお味やば、うん、あ、私甘酒の方が好きかな、味、これ、あ、はい、はい、それではね、昼食べに行きましょう、食べに行こう、イボの糸、そうめんの里、駐車場たくさんあるよ、そうやな、うん、いおり入麺キャンペーン目指せ完全制覇、ほんまや、1階が無料で2階の展示室は有料、すごい、ミスイボの糸大募集って、ほんまや、残念やわ、これね、こうやってビョンビョンって伸ばすんだよね、これ、うん、2階ね、これ上がったらいろいろね、資料館もある、うん、でこちらが売店、うんうん、人気の1位がひね特選、うん、そうやね、ここのさ帯が黒のやつって上等やね、あ、そうなん、10束って束じゃない、このそうめんと乳麺のスープついてるのもあるね、うん、ほんまや、バチ、ね、バチか、バチ、三味線のバチの形に似てるからやって、箸って書いたらやっぱり、うんうん、ね、それがバチだよね、うん、でもあの高いでこれ2100円ほんまや、一概に赤でも家なんじゃないですか、違う違う、ほら上級感、上級感、ほんで特級感、黒、あ、ほら値段高いわ、違う、ほんで青のやつ、これでも結構な、うんうん、赤より高いですよ、やっぱり黒が一番高いね、あ、じゃあ黒、うん、あ、青、うん、赤ですね、そう、ハイカラ乳麺、うんうん、あ、なんかいろいろ入ってんね、うん、昆布乳麺、午前もあるよ、納豆りそうめんチャンプ、うん、エビ天乳麺やった、うん、人気ナンバー、人気ナンバー、本日のそうめんは熟成麺ですって、この帯のやつ、うん、これを行こうと思ってます、うん、豚キムチ乳麺、ソース焼きそうめんで、うん、リピーター急増中と、単品やねんけれども、うん、乳麺で小が1束、中が2束、大が3束、なんかこういったやつはどれぐらい入ってるのかな、中やから2束分じゃないんじゃない、そうなんかな、うん、まあ値段的にもこんな感じですよ、うん、ね、はい、からに、これですか、これ食べてみたい、はい、うんうんうん、はい、いただきまーす、はい、これ1束分小です、しいたけ入ってた、あ、しいたけ、うん、同じだ、うん、美味しい、美味しい、うん、茹で具合がやっぱり自分で茹でるよりもさ、ちょっと固めでさ、絶妙なんやね、うん、うん、だしも美味しい、うん、いただきます、はい、あのキムチそんなきつくない、うん、香りもそんなにきつくないよね、うわ、これ豚よ、いかがいかが、うん、おいしい、うん、合う、うん、豚おいしい、おいしい、うん、
これがね、初めて頼んでみたけどね、ちょっと小さいんだけれども、うん、すっごい綺麗に巻いてんのよね。これ全部そうめんやもんな。うん、そうめん。ご飯じゃないよ、そうめんだよ。いただきます。はい、うん、酢が効いてるからそのまま食べてくださいっていうふうに。消えてるから美味しい。あ、そう、うん、麺だけたら分かるからね。スープ、スープと一緒に食べる。あ、ほんとそんなに、うん、大丈夫やわ、これやったら、うん、普通のノーマルや、うん、で、ダッシュの感じもちょうどいいし、冷たいそうめんやったらあれかもしれんけど、このあったかいの冷たいのといいな、うん、この量ちょうどいいかもね。うんうんうん、ちょうどいいわ。熟成麺っていうのは一部の職人さんしか作られる、うん、あの麺で、いい日に当たられましたよって言われます。定期的に変わるみたいで、うん、今日はたまたまね、一番いい黒帯の麺をね狙ってくる人もいるっていうけれども、うん、じゃあそれはいつなんですかって言ったら、それは分かりませんって言うから、皆さんここ入られるときね、今日の麺でここ見てください、うん、黒帯が出たら大当たりです。せやな、はい、あ、これ食べてる人多かったよ今日。ああ、そうなん。お惣菜がたくさんの20食限定の1300円。彩りがいいし。はい、やってまいりました、はい、揖保川の河川敷なんですけども、はい、揖保川水辺プラザバーベキューサイト、もうここがね、なんとなんと、うん、無料で予約なしにバーベキューできるところなんですね。車横付けできる上に石造りのね大きい台があるので、テーブルにしたり椅子にしたり、レンガ敷きのところ、はい、ここだったらバーベキューしていいよっていうこと。ただ水道もなければ、はいはい、トイレもちゃんとしたのがなくて、ちょっと向こうの遠くに見えるのが仮設トイレ、仮設トイレ、トイレットペーパーもなさそうなので、うん、ちょっと女性には厳しいです。炭とかゴミをね残して、うん、あの帰っていく方が急増してて、すごく困ってられるんやって、うんうん、だから必ずね、はい、片付けはきっちり、そうしないとね使用できなくなると思いますので、ね、そうそうそう、川はねはっきり言って見えません、うん、これね、もう一つ檻が見えへんのかな。そうやね、開放的でええな、気持ちいいところな、うん、タープとか貼られてる方もいてるしね、うん、いつも車にねテーブルと椅子は積んでますんで、うん、まあポットのお芋持ってきてるからここでティータイム、うん、これねB5 のファイルケース、これ便利ですよ。クーラーバッグとかにもね、袋と違って形状がこのままなんでね、コンパクトにお茶セットが入れれます。うちのな、そう、ゴミ袋とこのねスティックコーヒーとか固めてポン、あ、今日は味噌汁も入ってた。割り箸にフォークに無印の小さなハサミ、うん、はい、いくよ、うん、まあ、ちょっと気持ちいいだな、天気の通りな、うん、何置いてんの、ティッシュケース、うん、ガサガサするからそこやったら風で、なんかお尻冷たい、これが染みてきた、ね、ジーンズもやろ、ジーンズも、あーもう、あー今日買ってきたね、うん、甘酒まんじゅうと醤油まんじゅう、醤油まんじゅう、まんじゅう食べて元気だぞ。こっちが醤油、こっちは甘酒、甘酒、じゃあ醤油まんじゅうからいってみよう、あ、喜ぶ、うん、喜いやん、じゅえん、あ、こしあんだ、一緒やんな、これ、こしあんだ、うまい、うんうん、おいしい、甘じょっぱい感じ、うん、辛いわけではないけど、うん、
醤油の香りとだから皮に醤油味があるのよね、うん、これ半分こせえへん我慢中我慢中これはなんかあんことなんか皮がこうまんだらになった感じ、うん、お酒の香りがほんのりお酒の香りがね、うんうん、こっちも美味しいね、うん、うーん晩ご飯ですはい今日買ってきましたね、うん、プレミアムアラプレミアムアラはいどういうこれね、うん、うまみ醤油、はい、金井さんの醤油煙突がすごかった、うん、本が海苔が 1.2 倍って書いてあるイカスミっぽい色に見えるこれが本物本来の海苔かなこれはね、はい、ささみがたまたまあったので、はい、あの照り焼きにもって書いてたのでねそのままの味を、ね、味わえるようにやってみましたはいの醤油の味をね、はい、いただいておいてください。ご飯はね、土鍋で今日も炊きましたよ。いきます。どうかな？足りなかったらまた追い醤油してちょうだい。うん、あ、美味しい美味しい。うん、あ、うまみ醤油。尖ってないから。うん、美味しい。ねえ、美味しいねあー、うんご飯にちょっとこんな、緑やあ、なに、なんか色違うねな、普通のものと違うよね、なんかねプレミアムそれはプレミアムな、濃厚海苔があー、うんなああー、ほんとやねすごいな、やっぱ違うわあ、でも甘めやねうんアラさんって甘めやったそうやな、普通のアラの方がね、うん、もっと はっきりした味言うたらおかしいけどうん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 、ね、何て言うかな、うん、お母さんの海苔みたいな感じだけどこれは磯の香りがするわ上品やわ味がやっぱうん。